まあ、それでは時間となりましたのでセミナーを開始いたします。本日、座長を務めますのは九州大学アジアオセアニア研究教育機構総圧通信コーディネーターのセンコン准教授です。それではセン先生、お願いいたします。はい、えー、本先生、ありがとうございます。 えっと、皆様、第120回、えー、ブランバックセミナーにご参加いただき、えー、ありがとうございます。えー、アジア機構の1 0 0といいます。えー、っと皆さん、いかがお過ごしですかあの福岡はです、ね、先週からもう急に寒くなってです、ね、あのいきなりもう冬モードに突入していてあの、暖房の準備とかあの、えー、と物買いの準備とか全然追い,あの追いついてないです。で先週はあのうちの機構あの、九州大学アジアウィークっていうのを主催してですね、 1>, あのまあ、1週間あの、アジアに関連するいろんなイベント、えー、シンポジウム企画、えー、実施しました。えーとまあ、ここにいる聴取、えーまあの皆様もです、ね、あのご参加いただいた人が多いかと思いますので、えーまあ、この場を借りしてお感謝申し上げたいと思います。えーとまあ、年末まで,です、ね、あと、まあ、1ヶ月半ぐらいですけど、私はまだいくつかの,あの山場がありましてですね。 えー、ただ、幸いあの、海外出張はあと1件、うん、だけ残ってます、えー。来週はですね、上海に行きます。で、えー、と僕の出身もですね、中国ですから、あのまあ、毎回出張であの中国に行くのはですねすごいあの楽しみでですね、あのま、だいたいしばらくあの日本にいて、ですね、まあ、数ヶ月おきにあの、まあ、中国にいたら、まあ、結構いろんな変化、あの目にしてあのあ、新しいものが出たりとかですね、まあ、サービスが出たり。 えー、それをまあ使うのは結構一つの楽しみです。で、えーとまあ、子どもの頃、えー、に比べるとですね、すごいあのやっぱ変化大きくて、であの以前の BBS も紹介したように、僕の出身がですねあの北部の山東省の中央にある、まあ、市白というところですね、あの工業の町です。えーとまあ、近くにあの、えー、とガス田とか油田っていうのがありまして、あの石油の生成とかが一つの産業でですね、 でそれに付随して結構、あのあのまあ、廃棄物というか、まあ、きついあのおいとかあの色とかですね、まあ、汚染、えー、にすごいひどいものがですね、結構廃棄されてますと。で子供の頃は結構あの、うちの町もですね、あの感染とかあ、感染やないわ、えーと、汚染の状況がひどくて、でただそれ以降はですね、もう結構、あのえー 変わって、まあ、変化してて、いい方向に変化してですね、まあ、最近ちょっとあのあのたまたま帰省したらあの、すごい川もきれいになっているし、もう空気もきれいになっています。で、あのまあ、そういった廃棄物の処理とか、まあ、本当にあのここまでの、まあ、数十年、まあ、20年以上は絶対あるかと思いますが、まあ、本当にいろんな国からです、ね、あの支援を受けて改善していく感じです。えー、でもちろんその物とかお金の支援も重要ですが、 まあどちらかというと、技術とかノウハウですね、まあ、そういった支援がもっと重要に思われています。で、今日はですね、あのえー、まさにその廃棄物の処理とか循環利用に関する話となります。えっ、ー、と、本日はですねあの、九州大学大学院工学研究院環境社会部門の島岡竹之教授をお迎えしてですね、 と廃棄物を、えーえー、循環資源とする地図型の、えー、環境技術の開発、えー、という題であのご講演をいただきたいと思います。えー、それではまず私からです、ね、あの島岡教授の、えー、略歴を簡単に紹介させていただきたいと思います。えー、島岡先生はです、ねえー、と1989年あの、えー、九州大学大学院工学研究科。 えー、から、まああのえー、卒業されてからですね、まあ、福岡大学、えー、産業医科大学を歴任して、であのこてまあえー、ご覧になるようにです、ね、結構中国の大学で客員教授をされたりとか、えー、中国の大学との連携がすご,すごく強い、えー、ですで。まさにあのこの年代を見ると、です、ねまあ、2004年とか2006年とか、あのまさにこう中国の環境事情がですね結構著しくあの変化して。 改善されてた時期なんで、あのすごいこうあの、えー、島岡先生はじめその日本の研究者からの,その支援とかあの協力はすごいあの重要だったんじゃないかなと思ってます。えー、で、現在はですね、あの九州大学であのあの、えー、教授され、えー、ながらですね、えーとまあ、いろんな自治体での、まあ、環境審議会とかでの会長とか、そういった活動もされてますと。では早速ですけども、えー、島岡先生からですね、 えこう講演を始めていただきたいんですが、えー、先生、ご準備はよろしいございますかはい、今から共有してみます。はい。はい、えっと、また<あ>。先生、あの、はい、ビデオももしよかったら、はい、あの、えー、っと、ビデオオンにしていただけますでしょうか。はい、ちょっと待っま,まずあれしましょうね。あい。<laughs> はい。<laughs> えっと、これでうまくいってほしいけど。 できましたかねはい、これであのきれいに映ってます。はい、<か>あと、分かりました。はい。これで、えっと、ビデオも。はい、映りました。はい。はい。よろしくお願いにしますはい。はい。え、どうもお、ご紹介、ご丁寧なご紹介ありがとうございました。あの、九州大学の島岡でございます。えー、まあ、今、えー、平田くん言うと、まあ、土木工学、土木工学の中にですね、<laughs> 衛生環境工学という研究分野がございます。その衛生環境工学分野の中の廃棄物工学を専門としてここ40年ほど研究を進めてまいりました。特に土木屋でございますので埋め立ての処分について主に研究してまいりましたけれども。 まあ今日は焼却、ゴミの焼却に伴って発生する、はい、え焼却灰についてのお話を、えー、焼却灰のお話をさせていただけたらと思います。音声と問題ございませんでしょうかね。よろしいですかね。はい、問題ありません。はい。はい、すいません。よろしくお願いでします、はい。はい、今日はこれのコンテンツ、こんな感じです。研究の背景ですね。 それから、消極灰の動物、取材化。今まで私が取り組んできた事例を紹介、一部紹介したいと思います。それに伴ってですね、えー、まあ有効利用している間にまあ生じた消極媒の風化作用ですかね。 この辺りの話もさせていただいて、ここで起こるような、自然界で起こるような、消極場に働く、作用するさまざまな現象、これをうまく使って、環境安全な土木、資材化にしていきたいなというようなことのお話を最後にさせていただいて、今日う、終わりにしたいと思います。はい とこれはですね、ちょっとデータフルございますけども、基本は変わってございません。えー、まあ大体年間ですね、一般廃棄物と称して、えー、まあ家庭とか出てくるゴミ、えー、単位は100万トンでございますので、4300万トンですね、発生してございます。で、まあ、量的なものよりもパーセンテージが大事で、まあ、排出量を100としたときに時間の都合もありますので、 飛びますけども一番右上を見ていただきますと、えー、総資源化量ということで、まあ、リサイクルされた量が約20%、えー、今度は右下を見ていただきますと、最終処分量ですね、まあ、埋め立て処分とも言われます、物質の墓場とも言われます埋め立て地にです、ねまあ、未来永劫にわたって,、えー、捨,て捨てられるというか、処分される割合が約9%、10%ですね。 じゃあ残り30 70%どこに行ったのかというとこの原料化で量です。でこの意味しているところはですね、まあ、あの世界にも類を見ないと言いましょうかあの、えー、燃えるゴミを全量焼却している国っていうのはわが国だけです。リサイクルに回らなかった可燃物は全量焼却しているこの焼却している割合が70%だとこ言っているわけですね。 つまり我々はあの出した、日々出したゴミの7割は焼却をされて、清掃工場の煙突からですねまあ二酸化炭素、地通を、二酸化炭素蒸気として大気に放出されているこういう得意なですねあの処理形態をとっているのが我が国です。埋め立てに持ち込まれるのは、ここですね、処理後の 焼却処理後の最終処分量ということで、ここの355万トンというのがまあ焼却灰の量というふうに思っていただければ結構でございます。ということで、埋め立て地いきますとね、もうこの写真のような状況ですね、はいあのー、処分場の約80%はもう、ゴミを燃やした後の焼却灰で占められています。 ここに平成10年からまあ平成28年までのグラフを示しておりますけれども、直接三角ですね、印、直接、えー、埋め立て地に、えー、ゴミが搬入されて処分されるということはほとんどないですね。まずは青丸で示されてますように、えー、清掃工場に持ち込まれて、焼却をされて、焼却された後右の写真にあるような形で、焼却残差が埋め立て処分されていっていると。 ということでペケ印が埋め立て地,立て地において、えー、焼却灰が占めている体積割合ですね、あのごめんなさい、えー、重量割合ですね、はい、約もう80%があの焼却灰によって占められているということです。この焼却灰をなんとかです、ね、積極的に、まあ、土木主媒化していきたいなと、こういうふうに考えているわけです。 えっと、それからまあその理由としてはここにですね、えー、まあ全国1741の市町村ございますけども、えー、処分場を持たない自治体がだんだん増えてきているとこういう実態です。 まあうん、例えばおかしいのかもしれませんけど、自分の家にもト,トイレがないとです、ねえー、人のうちのトイレを借りたりみたいな、そういう公衆のトイレを借りないと、もうやっていけないというのは自治体がここにありますように、かなり増えてきているよということですね。はいでそ,のおはい、そういうことです、まあ、そういうい意味でも、埋め立て処分される主な廃棄物が、えー、焼却灰ですので、まあ、その有効利用することによって、 こういう最終処分場を持たない市町村に対しても、まあ、ある程度、えー、貢献できるのかなとこういうお話でございます。でまあ、現在ですね、えーっとまあ、ある程度は証拠は有効利用されているわけですけども、まあ、先ほどの355万トン埋め立て処分というような量に対して、用、え、有、ー、スラグまで含めて約 90,、えー、90万トンぐらいですかね、100万トン満たない。 まあ、焼却媒については、こ、まあ、この40万トンぐらいしか有効利用されてないと、こういうことです。はい。はい、それでは、焼却媒の骨材としての、まあ、資源化ということで、えー、私が取り組みました一つ一つの例として、登録仮想老板材としての有効利用事例についてお話をしたい。まあ、その後、えー、有効利用先で、えー、焼却媒が経年的に、えー 鉱物種が変わっていきます。風噴火作用を受けて、鉱物の種類が変わってきます。まあ、その辺の状あの、私が調べた状況について、時間の範囲内でご説明させていただきたいと思います。えっと、清掃工場から出てきた焼却灰を、まあ、ここに示すようなフローでですね、えー、分球、選別して,いきしていきます。 えっと、まず左から見ていきますと、80ミリオーバーのもの。これはなかなか利用しづらいので、これ埋め立て処分ですね。それから自然れ、自賛機と鉄。これはあのリサイクルに回ります。それから、あ未燃分はあ再度、清掃工場で焼却すればいいと。一番右端ですね、えー。銅とかアルミニウムとか、非鉄金属。これもリサイクルに回ります。えー、土木資材として使っていく。仮想ローバン材等で使っていくのは、ここに示してますように、 えー、13ミリアンダーですね、えー、ここでいう破砕機をかけたり、ふるいを通して、13ミリアンダーのー骨材に、えー、流動調整したものを使っていきました。オンサイトで処理できる装置、これ、アメリカから持ち込んだものですけども、えーえー、このようなコンパクトな装置で、えー、800トンを処理してです、ね、600トンを使いましたね。はい えっと下の左の写真が清掃工場から持ち込んだ原料焼却灰ですね。それを上のこの装置で選別をしまして、右側の13ミリアンダーの処理焼却灰とこう書いてますけども、この13ミリアンダーのものを土木資材として、仮想ロボン材として使っていったという,ようなことです。で、これは北九州博覧祭と申しまして、えっと、北九州市市政100年ですかね。 もう20年も前になってしまいましたけども、この時きに800トン、ぶどまり600トンの13ミリアンダーのですね消極倍を、まあ、下の判例見ますと、一番解説見ますと、エイジングという形で、湿潤状態で置いておくと、ですねあの重金属が不要化していきます。炭酸等吸収して、ですね炭酸塩化してですね。 あの重金属の炭酸塩ができてて化しままいりますで、まあ、溶出試験等を行いまして、まあ、土壌環境基準を満足したあ,あとですね、えー、今も懐かしいあの北九州市の、えー、公園が見えてますけども、えー、ここは博覧祭の時の、えー、大型バスの観光バスの,あの駐車場を作ってる作る時の路盤台として使った事例です。 まず搬入しまして、展開をして、染め固めて、25センチ厚の路盤材、その上に舗装をかけると、こういったところで、600トンの焼却灰を使っていただきました。これがあの我が国で最初のです、ね、家庭から出てくる廃棄物を燃やした後の焼却灰の土木質材としての有効利用事例でございます。 で、また北九州市の協力を得まして、北九州市の市道ですね、えー、市の,あの道路の、ここに示しますように、えー、30センチ厚の仮想ローバン材としても使っていただきました。延長40メートル、福音5.7メートルの下に、えー、入れてございます。えっ、ー、と、1999年に、えー、施工いたしました。 えっと工場から持ってきた約7割が有効利用できました。28%が鉄で、これはあの売却し、鉄くずとして売却しております。で、あとまあの少し非鉄、アルミとか豆ですね、それらをまあが回収できております。この70%を先ほどの仮想バン材として使ったということです。で、1999年でそのバン材がどうなったかと。 モニタリングもしてましたけど、実際にですね、肺を取り出して見てみたいということで、2017年ですね、コアを抜きました。地点1、2、3ですね、300ミリの計のコアを抜き取りました。そして、いろいろ調査したわけですけども、その結果の一部ですね、がこれでございます。 これは pH 依存生試験と申しまして、横軸に pH、縦軸に、えー、溶出してきた重,重金属濃度を取ったものです。えー、pH を44にですね、えー、6時間とか12時間とかずっと固定して溶出し続けるんですね。はい。で、まあ、ここに、まあ、あの、ここには鉛と亜鉛、それからカドニウムとトータルクロム、全クロムを示しております。 まあ私もまあ見て驚いたのは、例えば鉛は量両性金属ですので、本来ならば、まあ、pH9、10あたりからですね、えー、高アルカリ側に向けて再溶、えー、出してくるわけですけども、まあ、ほとんど出てこないと。で、頭中に書いてます、このお、例えば鉛0.01ミリガラパレットっていうのは、えー、土壌環境基準でございます。えー、つまり、えー、っと17年間、仮想ローバン剤として使っている,いる間にですね、 こういうい示しますう、まあ、濃度が高いと有害と言われる、まあ、重金属がですね、まあ、浮揚化して、えー、極めて酸、えー、性の強いところまでの環境をかまれ持っていかないと採用しない、ある意味では、まあ、自然界で起こる pH の範囲内では、おおよそです、ねえー、重金属が出てこないと、溶出してこないと、まあ、こういうあの心強いというか、まあ、環境に対しては非常にあ安全なというか、あの えー、環境安全な資材であることを、まあ、証明できるデータが得られたというふうにまあ考えております、はい。それでは話を少し変えまして、えー、埋め立て小木媒の風化に伴う安定化現象ということで、ええっとまあ、もう少しあのきちんと、えー、小木媒中のここでは特に含有量の多い鉄がどういうふうに 鉱物を変えていくのか、どのように風化を受けていくのかを調べてみようということで調べた結果について簡単にご説明させていただきます。まず清掃工場から出てきた証拠を加えてこんな形してます。うん、でこれをの中を見ますとこれが粒子の断面ですね。はい。えー、っと飛翔室の部分であったりですね。 ここに書いている超石とか石油。これは、あの、ゴミを燃やすことによって、超石、石油はできません。これは、あの、もともとゴミの中に入っていた、あの、成分ですね。はい。から、まあ、下にも書いてますけども、えー、っと、ゴミ由来のものとして、金属も、あの、入ってございました。それから、この上の少し黒っぽいところ。これは、あの、えー、っと、焼却灰が、あ冷え固まるときに、あの、出来上がった、 非常にこう脆いですね、手でここすると、ポロ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 、剥げ落ちるですね、えー、フラジルパートと呼んでますけども、そういったものも、えー、見て取れます。で、こういった、まあえっと、清掃工場から出てきた焼却灰の中に鉄、鉄のどういう形態の鉱物が入ってるのかとで、それを埋め立て、ランドフィル、埋め立てのことをラ,ランドフィルと言いますけども、ランドフィル、埋め立てした後ですね、 消極売中に入っていたえ鉄,鉄の化合物が鉱物がどのように形態変えていくのかということを今度は埋め立て地に行って、えー、埋め立てられた消極媒を採取してあのえ鉄化合物の鉱物種をあの明らかにしていきましたまたあの鉄化合物と他の鉄以外の重金属との相互、まあ、作用インタラクションについても 可能な範囲で異、えー、分析を行って明らかにしていきました。と実験はですねあの、まあ慎重、慎重に焼却灰を、えー、選び出してで、右の写真にあるようなあ新セクション、白変資料って言いますかね、日本語では、白変資料、えー、樹脂で固めて30ミクロンまで磨き上げて、えー、ペ,ラペラペラの飼料にしたものです。 それをまあ操作型の電子顕微鏡とか、まあ、X 線、えー、解析装置ですとか、えー、蛍光 X 線分析装置でまあ元素素性とか、えー、鉱物種を明らかにしていきました。まず一時鉱物ということで、清掃工場から出てきたばかりの消毒板にはどんな形態の鉄が入っているんだろうかという,うなことです。まあ、ここにありますように、えー、清掃工場から出てきたばかりの時は、アマグネンタイトと言われるような、まああ 鉄の形態ヘマタイトというものが主たる、えー、鉄のお、えー、鉱物でございました。はいまあ、ちょっと説明加えますと、これはあの偏光顕微鏡で見たもので、えー、資料を白片資料を下から、ね、光を当てますと、金属なので光を通さないので、えー、顕微鏡で見てますと真っ黒に見えます。 で右の二つは、この上から光をあの白煙資料にあの当てますと金属ですので反射してですね、このようにピカピカ反射して白っぽくなります。ということで、えー、下から当てたら真っ黒、上から光を当てると反射する。そうすると大体いいこれ金属だなっていうのことがわかるんですね。はい。ちょっとあの、 余談ですけども、はいずれ、まあ、にしましても、まあ、生息応用から出てきた時の鉄というのはマグネタイトとかヘマタイトと呼ばれる鉱物であることが分かりました。それから飛翔室ですね、あのガラスの中にこういう粒状のものがありまして、これをさらに顕微鏡で見てみると、こういういろんな金属があですね、えー、例えば鉄とリンと銅とケイ素が一緒に、こういうあの合金がです、ねえー、見て取れました。こういうい形態で 鉄が存在していることも分かりました。さらにはメタル鉄ですね、ええ金属鉄ですね。まあ、清掃工場で焼却、火の中を通ってきてるんですけども、うん、あの参加されてないこういう、えー、金属鉄もあの見て、えー、取れましたですね。はい、まあ、それでは、じゃあこういった焼却培を埋め立て処分したらどうなるのと、こういう話です。はい でアメリカに行きますとね、アメリカは清掃工場が埋め立て処分場を、ランドフィルを持ってまして、えー、一切他のゴミ入ってこないという、非常にまああの研究所都合のいいあの処分場がありますので、アメリカに学生と出かけていって、消、えー、却媒を採取しました。で、まあ、ABCD、これ何が違うかといいますと、下の表にありますように、埋め立て年が違います。A, A のエリアは1年前に消却媒を埋め立てたよと。 B は10年前。C は13から14年前です。D は20年前ですよということを教えていただいて、まあ、そこからですね、あの昇格媒を右の写真のようにサンプリングを場所と深さ方向ですね、いろいろ違えてサンプリングして日本に持ち帰りました。まあ、ABCD、まあ、結構入ってますね。10, 10から15%ぐらい鉄が入ってます。携帯としては酸化鉄であることがわかりました。 酸化鉄鉄ととしししててかから15の鉄を含有していることが分かりましたであとまあ顕微鏡で見てみますと例えばジェル状ドロッとした、ね、ジェル状の,あの、えー、鉄であったりですねそれからあマグネタイト先ほどのねあのもうございましたねマグネタイトヘマタイトと言われる形態のこれはどれも13から14年前に埋め立て処分されたものですけどもそういった形態 ののものが見つかりました。これはセカンダリーで後からもお話しますけども一時のマグネタイトヘマタイトじゃなくてですねケ、まあ、オサイトと言われる違う鉄の水酸化酸化鉄から生成されたマグネタイトヘマタイトというふうに我々は理解してございます。それからあこれは白煙資料で貫出した時の13年14年もの下りの2つですかね。 右のも13か右の上は20年ものですかね、はいまあ、こういう非常にきれいなさまざまな形態、でもこれは鉱物的にはどれも同じ、ギオサイトと言われる水酸化、酸化鉄でございます。こういったものが、もともとの清掃工場から出たときには認められませんでしたけども、13年、20年経つ間に、こういう業サイトが遷移、えーえー、して生成されているということが分かりました。 でまた、このゲオサイトの周りにです、ね、マグネタイトが見,見られまして、これが、えーえー、っとセカンダリーの二次のヘマタイ、マグネタイトですね。もともとの生息音が出たときにも入ってますけども、一度ゲオサイトになった後に、FEOH になった後に、えー、さらにあのマグネタイトに変わっていると、こういう形です、まあこ。こんな反応式かなというふうに考えています。また見ていただければと思います。はい。 それからまあ私が一番まあ関心あるのは、えっとまあ、こういった二次鉱物と、他の例えばクロムだとか鉛だとか、他の鉱物との相互作用はどうなっているんだろうかというのが一番環境面でも重要です。焼却場合を自然界で、例えば道路、路盤台を使っていくときにです、ねえー、有害濃度高いと有害な重金属がどう挙動するのかというのは非常に重要ですので。 鉄の含有鉱物と他の金属との相互関係を明らかにしたいということで今から分かったことを簡単にお話しさせていただきます。これが先ほどもねきれいに見えてましたあのゴエサイトです。ここの部分を特に、えー、このフレームのところを着目して、えー、元素マッピングしますとこの赤いところに鉄が比較的高濃度に存在していると。 で、ここのところに、えー、右側に鉛、同じところに鉛ですね。さらにはニッケルや亜鉛が認められました。で、具体的にどれぐらいの濃度かというのを計測しました。えー、っと、鉄がで、ね、このポイント、赤いポイントですね、鉄の含有率が45%ぐらいですか。で、ここに鉛が約8%ぐらい、ニッケル亜鉛が、まあ、1%ぐらいという形で、まあ、この五エサイトがですね、 まあ、ゴエサイトは重金属を吸着することはあの一般的な地域としても知られていますので、まあ、焼却場合においても、えー、風化作用において生成す、えー、トランスフォーメーションした形態を変えたゴエサイトが、えー、他の鉛アニッケルやあの亜鉛を吸着してくれているんだなと。これによって、えーまあまあ、自然界で、えー、とは道,路道路のカソローバンダイで使った等々にですね、あの まあ自然界移行しないような役割をしてくれてるんだなというふうに考えてございます。で、これがまああの得られたものからエ A やと書いたフローチャートです。まあ、もう上,上半分がもともとの焼却灰もともというのは清掃工場から出てきた新鮮なとか新しい焼却灰アイアンリッチメニュとしてヘマタイト、マグネタイト、から金属鉄もありましたよね。それから室の中には えー、粒状に、えー、インクルージョン、粒状のインクルージョンが認められて、そこには様々ざまなあ金属等々と共存する鉄が認められましたと。下半分があの埋め立て地での作用です。でおそらくわたり考えているのはまあ、埋め立て地って非常に pH 高いですで。酸素もある程度入ってきます。そんなガチガチの地盤じゃございませんからね。 で、高い pH、アルカリ環境下で、まあ、酸素が入ってくる。こういったところでは、風化作用が参加されるのか、あの加速、アクセレーション、加速されるのかなと。で、こういうマグネタイト、ヘマタイトが酸化されたり、水酸化、あ水酸化されてですね、先ほどの水酸化酸,酸化鉄、FEOH、抗エサイトが生成されると。 でこれが、えー、他の重金属をですね、ソープション、吸着してるんじゃなかろうかなというようなことです。さらには、このゴエサイトは、えー、マグネセカンダリ、2次のマグネタイトにも変換していったりもしていってる様子が認められましたと、こういうことです。はいまあ、これがまとめでまた見ていただけたらと思うんですけど、まあ、せっかくですから、じゃ埋め立て商工中の鉄含有鉱物は風化作用により化学形態がまあ変化していましたと。 食媒残砂死体の埋め立て地における高アルカリ環境と酸化雰囲気は酸化鉄水酸化鉄生成の重要な要因になっていたと考えております。食媒中の鉄含有物の繊維の程度は埋め立て年数に大きく依存します。から酸化鉄水酸化鉄の生成は重金属を吸着等により不動化させていることに大きく寄与していたというふうに考えてみて、あの、理解してます。 はい、最後のスライドになりますけれども、まあ、持続型環境技術による消極倍の自然、資源化ということです。でまあ、持続型環境技術と言っているのは、えっとですね、まあ、お金を,お金をお金と、まあ、エネルギー、お金をかければですね、いろんなものは資源化できます。でも、そんなことをしているとなかなかですね、自然の、まあ、バージンの材料には勝てない。もう値段が全然 もう合わないですね。ということで、まあ私が日頃考えているのはできるだけでもうあの、エネルギーもかけない、それからお金もかからない技術で廃棄物を、まああの、うん、リサイクルしていきたいとこう考えてます。その技術を、まあ私なりに属型の環境技術を読んでいて、その定義は、環境が負荷が少なくね、エネルギーがかからず、ローコストで、 できる技術だとでそのためには自然に起こる我々が止めようと思っても止められないようなです、ね、現象をうまく使う使ってにとって使っていくべきでしょうと。でやはりですね消極媒というのは非常に正常がヘテロジニアスですから不均一ですからですねやっぱり単純じゃないと対応できないですね。そのためにはやっぱり技術そのもののメカニズムがシンプルでですね 少々外部の要因が変化しても動き続ける。それが私にとってはこの下に示す福岡県朝倉市の三連水車ですね。木でできていて化石燃料を使ってない水のね、位置エネルギーだけで大量の水を電波単に供給します。ですね。で、水位が変動しても動き続ける。まあ、回転速度は変わるでしょうけども動き続ける。ですね。こういったのが私の あの頭気持ちの中では、あの図形の環境技術での象徴で、こういったものをうまく使って、あの有効利用していきたいなということです。つまり、消、まあ、極場合にはです、ね、自然と今日ご紹介したような鉱物種の変化を起こしていきます。そして、ありがたいことにですね、ギオサイトといったような重金属を吸着する鉱物種に変わっていく。そのことが、 焼却板の入っている共存している他の重金属を吸着していってくれてるんですね。これを、まあ、うまく使っていく、まあ、ある意味ではうまく、うん、加速なんかをして、えー、金属の不要化安定化をした後に使っていくとかね、まあ、そういうことの研究開発を進めていきたいなというふうに考えています。まあ、いずれにしてても、えー、埋め立て地の中で 有効利用した利用先で何が起こっているのかということをですね、まあ時間かかるけども、やっぱり根気強く観察をしていく。その中に普遍的な現象、我々は止めようと思っても止められない現象が作用してますので、それをうまく取り出してですね、それを加速して安定化技術に使っていきたいなというようなことでございます。 でその技術、まあ、いくつか開発しておるんですけども、まあ、時間の都合がありますので、まあ、今日はここでここまでとしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。一つも先生、ありがとうございました。はい、えっと、いや、すごい、あの、お面白しろいというか、あの、えー、聞いてびっくりしたような情報もあったりしてですね。あの、 であのちょっと、えっと、今から質問を受け付けしますので、何かありましたら、はい、ぜひあの、えー、チャット欄に記入して、あもう早速1件来てるんですけど、じゃあ、私からの質問、後で聞きますけど、はい、まず1件目ですけど、えー、消焼却牌ですね、舗装道路に利用されていましたが、うん、それは北九州以外でも一般的に使われている技術になっているでしょうかいや、それがね、残念ながらね、あの最初でね、最後みたいな話でね。 やっぱり、あのー、まあ、まあ、長期的な安全性を問われるわけですね。使うときに溶質試験しても土壌環境基準満足してるよ。うん、ですね。こういうことを言っても、やっぱり市の方っていうのは、<laughs> じゃあ5年後大丈夫なの ?20 年後大丈夫なのとこう言われちゃうわけですね。で、まあ、あのー、まだまだ日本の場合は、あのー、 土木資材、まあ、そういうのは採石とかね、まあ、まあ、潤沢にありますので、自治体の方々としてはあ、うん、あえてですね、まあ、危険を犯してたらちょっと言い過ぎですけども、あえてまだ将来的に何が起こるか、ちょっとまだ十分に解明されてない消却灰を積極的にですねあ、あの、土木資材として使っていくことは、なかなか、あの、良しとしてくれないと言われ言いますかね、あの、うん 避けられる傾向にありまして大丈夫だあと言っても、まあ、なかなかねそれをあの、えー、担当者の方を含めてあの市の全体としてのコンセンサスが得られずになかなか利用していただけないっていうのが現実です。うん、ということで今日お示しした一、まあ、例2例が、まああのえー、数少ない、えー、我が国での有効利用の事例で、えー、オランダなんか行くともう100%使ってますよ。 一般廃棄物処場合は日本の場合って、道路以外の,そのインフラとか建築とかにもう使われてないということですかね。そうですねああ、なるほど。いや、オランダとかを比べると、もったいないっていう話は、ね、ちょっと長くなるんだけど、やっぱ技術だけじゃだめってね、やっぱり背景もいるんですよ、うん、その土地のね。とえばはい、はい、海水面よりも低い。 うんうん、オランダってほとんど骨材ないですよ。うんうん、はいはい、はい、はい。私は四つ星五つ星のホテルに泊まって驚いたのは、そのホテルの入り口のね、お庭を見たら、それはその中には貝殻が入ったんですね。要するにクリークからさらってきたあのヘドロをですね、これ <laughs>、はい、土壌として使っておられるんですよ。それぐらいやっぱり砂や土壌がない。うんうんうん そういう背景があるから、はいはい、ゴミでも使っていこうと、こうなるわけです。あこれは日本なんかまだまだね、綺麗な砂、綺麗な石たくさんございますでしょう。なかなかそういった中でですね、商工売使っていこうとはならないんですね、はいあ。で、その話に関連するんですけど、あ、うん、何か質問ありましたら、皆さんぜひあの、えー、書いてください。で、えーと、今に関連するとですねあの、最初聞いてびっくりしたのは、その、えー、 すべ、まあ、て焼却する国って、今、世界中、日本しかないっていう、それとあの、同時に思ったのは、ですねその,ゴミの分別とか、それもあの一番成り立ってる国って日本じゃないですか。うんえっと、成り立ってるというか、その厳しく守ら,守ら,、えー、られて、ですねあのゴミの分類とか。うん えとそれって何かリン,リンクしてるんですかで、なんでそういうふうに思ってるかっていうと、数年前はですねあの上海とか中国でそのゴミの分離とか施行したんですよね、まあ、ご存知かと思いますが、うん、なかなかあの、えー、と慣習か習慣化できないんですよ、もう要はそのあの政府がそういう,そう,いうのを推し進めとしてもあの、なかなかそういった習慣習が定着できてなくてですね。 でもしかして、向こうは、あのまあ、日本の場合はきちんと燃えるゴミとそうじゃないゴミって分類したら、じゃあ燃えるゴミはまあ最終的には全部焼却するっていうアプローチはもうあの明確になってるんですけど、うん、なんかあのよかの国ってなると、要はそのゴミを捨てるときはわざわざ分類しても、最終的にはなんかまた1つになるんで、あんまりこう分類するメリットはないんじゃないかなっていう、そういったなんかあの背景とか事情とかあるんですか。 えっとまあ、ど,どうしてここまでね、ごみ燃やしてるかというと、まあ、長い歴史がありまして、明治時代、明治ですね、日本、鎖国を解いて、江戸から明治、鎖国を解きましたよね。その時にね、はい、あの今回の,あのコロナでありませんけども、うんうん、感染症、ずいぶん持ち込まれたんですよ。で、そこでね、日本政府としては、ですねごみは燃やせと。 つまりそのご、ごみが温床になっているので、ごみ、うん、は徹底してお待ちなさいということをです、ね、うん、もう1900年頃から各自治体に周知させてるんですね。お<ー>で、また一方あの、一般廃棄物、家庭から出てくるごみの処理責任は地方自治体にありますよという,ようなことも謳ってます。つまり、各地方自治体で、例えば福岡市で、江戸島市で、小河市で、なんとか村で、それぞれの市町村で焼却施設を、あのうん の設置して、ゴミを徹底して燃やしていくという歴史がもう100年以上続いてるんですね。<ー>だから日本人はゴミを燃やすというのはもう習慣づいてますよ。例えば自分の家の裏庭でちょこちょこっとこう燃やしちゃうとかね、それ今ではもう、廃棄処理法違反ですけども、うん、まずれしましても、ゴミを燃やすという習慣は非常にまああの日本に、ねうん、根付いていて、そして各市町村が必ずと言っていいんだよね、清,清掃工場を持ってるんですよ。ははははいはいはい、はい 1000を超える清掃工場は日本にあるんですね。はい。<laughs> ドイツとか言っても40箇所、50箇所しかないです。はい。<laughs> ということで、あの全量消却できるう能力を有している、まあ、清掃工場が全国に離島まで含めてですね、うん、あの設置されているというのが、この、ああなるほど。なるほど。全量消却できる、している背景ですね。はい。なるほど。もともとは公衆衛生、伝染病予防のために、 あの<ー>付着している病原菌を死別させる、からその病気,病気を蔓延させる、ベクターといわれるハエ、うん、ゴキブリ、はいまあ、そういう温床、はい、になりますから、はい、一緒にや焼いてもう殺しちゃいなさいと、こういうことですよね。ある意味、なんかシ,ンシンプルイズベスト。で、その中で、た多分この,次,の次ぐらいのスライドですけど、あのうん、山梨県って、 あの割合が一番高いんですね。うん、これ、僕、すごい気になる、あの山梨とか長野とか、<ん>結構、断念たりとかしてて、ねね、これって、要はあの、えー、割合が高ければ高いほど、あれですよね、あのえー、最終処分場の。持たない。うん、持たないですよね。うん、なんかそういった、なんか事情があるんですか、まあ、自然がも豊かとか <laughs> <そ>の, <laughs> あのなんか厳しいとかですね。ここら辺、なんか、山梨、ね、長野とか、群馬とか。 の中でも断ントツ山梨だけちょっと目指すんですけど、うん、何か事情ありました。ご存知でしたら教えていただきたい。まあ山梨行った時、不法投棄されてる現場はいくつも見てあの <laughs> 驚きましたけど、ああえっとやっぱり処分場少ないから不法投棄も多いですし、ああえっとああまあどうなんでしょうね。えー、まあ。 産業廃棄物の方で処理してもらってるとか、なんかいろいろ事情があるんでしょうね、かね。<ー>ちょっとすみません、あの確たる現状っていうのは、きちんと把握しておりません。確かに言われたら、本当、うんああ、興味深いというか、あ,のあまりここ、すごい、はい、山梨大好きなんで、<laughs> ですみません、もう一のなんかけん簡単な質問がございましてですね、はいはい、消焼却灰再利用にあたって、重金属の溶出以外のえ懸念はどのような要素あるでしょうか。 うーんとね、ダイオクシも大丈夫だから、まあ、焼却灰なので、えっとまあ、重金属が主たる懸念事項ですね。はいうんふんふんなるほど。はいあのーまあ、pH12、13を示して、特に良性の金属、鉛、うん、亜鉛といったのもございますけども、その様子はいつも我々懸念しているところで、うん、はい。 でも結構こういった新しい技術ですね、あの私はあの、専門は心理学なんですよ。はい、結構、まあ、最近やってるのはその昆虫食とか、まあ、あるいは人工肉とかですね、まあ、そういった新しい、えー、食材とか出るときにやっぱり人間が、まあ、抵抗したりとかしてて、まあ、新しい技術が出たときもですね、なんかあのいろいろこう懸念があって。 あのなかなかこう行動あの、まあ、まず抵抗してですね、なんかいろんなその慎重な考えが、えー、あるうちにも、も、えー、受け入れがあの遅くなってとか、まあ、そういった事情が結構、食の,の分野とかでもあったりしてて、遺伝子組み換えの食品だったり、まあ、こういったのも、どうもまあ、本当に今、あの お話にあったようにあの、えーと、市役所の方からすると、も本当に20年後、30年後どうなるって、そこまで気になったら、もう本当に、ないしでっ、ねはいえー、とそれでは、質問は以上のようですので、あの今日の乱幕セミナーは、はいえー、これで終わりにしたいと思います。 本当に島岡先生、お忙しいところ、あの時間割いていただいてありがとうございました。はいまた何かあればよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしくいます、はいはい、それではあの、事務局の方から何か連絡ありますでしょうか。はい、最高に、なんか事務局からちょっと案内をさせていただきます。はい島岡先生、先生、ありがとううございいいまましたはい、じゃあこれで失礼いたしますどうも、はい、ありがとうございました。 あそれでは最後に事務局より、えー、ご案内させていただきますあ。まず次回のブラウンバックセミナーのご案内です。次回は来週の11月22日水曜日の12時10分により、九州大学システム情報科学研究院情報知能工学部門のトーマス・ディエゴ・ガブリエル・フランシス準教授より、 3D ビジョンを用いてデジタル,デジタルと物理,的物理的世界との掛け足を作成すると題し、講演を実施いたします。詳細やホームページをご覧ください。